植物も動物と同じようにウイルスが感染すると病気を発症してしまいます。オオカハマキ病は植物にベゴムウイルスが感染することで発症し、果実がほとんど収穫できなくなるために世界的に大きな問題になっています。私たちの研究グループでは唐辛子、ピーマン、トマト、ナスといったナス科野菜やメロン、キュウリといったウリ科野菜を対象として遺伝子レベルの解析を通じてウイルス抵抗性品種の開発を目指した研究をしています。これまでは植物でトマトで唯一抵抗性遺伝子が特定されていましたが、2021年に私たちの研究グループは唐辛子ピーマンにおいて抵抗性遺伝子を初めて特定しました。このような研究を進めながら品種改良の力で現場の問題解決に取り組んでいきたいと考えています。